さあ、始まりました。電動チャンネルのお時間です。本日もですね、電動パーク東京原宿店より、店長の古翔がお送りしております。よろしくお願いいたします。さあ、本日の動画なんですけれども、おそらくこの動画が公開されているのは10月の後半か、おそらく11月の上旬かくらいだと思うんですけれども、11月の東京原宿店おすすめ整体情報をよろしくお願いします。さあ、ということで、まあ本当にね、東京原宿店はまあボール、レオパ、ニシアフ、カーペット、さまざまな整体がありますが、その中でもね、11月にこうピックアップした整体をですね、こう紹介する、こういうのなんていうんですかね、マンスリーリコメンド、英語が合ってるかちょっと危ういですが11月のおすすめ整体というのを皆さんにね、ご紹介していきたいなと思いますのでね、ぜひ最後まで楽しんでいっていただけたらと思います。では今日の動画もよろしくお願いします。さあ、まず1匹目にご紹介するのが、まあ今1匹目って言っておきながら3匹並んでるんだけどはい、エクストリームクレイジーストーンウォッシュジャガーですね。はい、まあ、やっぱりこう我らがドン・パターソンのですね、もう本当にまあミックスカーペットの革命人みたいな感じですね、うん、まあこのエクストリームクレイジーストーンウォッシュジャガーめちゃくちゃもうまあ11月のみならず、まあ、年間通しておすすめなんだけど、まあもうこの見た目ないし、まあ普通のカーペットパイソンではありえないこの形相というか、うん、この見た目に関してはもう本当にね、超おすすめ。で、今ね、こう3匹並んでて、まあ合計実は4匹いるんですけど、まあその4匹の中でもこうなんか、個体差がすごく大きくて、そうですね。まあプラス、しかも色上がりがすごいいい感じに出てきて、うん、今全員ここの個体たちがアダルトマウスの L 食べてて、そのくらいのサイズになってから急激に色合いが良くなってきた。確かに。うん。だからまあこういったね、変化を大きく楽しませてくれる、うん、まあカーペットパイソンの本来の醍醐味をですね、こうさらに、まあ、幾何学的なありえないこう模様を持ちながらさらにこう展開してくれるっていう面白いところなんで、まあ、これはまあもう年中おすすめかな。いい眺めっすね。ぜひねお迎えいただけたら嬉しいなと思います。ちょっと見てみる。近くリピー、うわ、柄の入りとかもない。まあもうやっぱ素晴らしいね。めっちゃ綺麗。いい柄してるよね。うん、まあ、普通のカーペットパイソン、まあ、想像しうるに、まあ、一番オーソドックスなジャングルカーペットパイソンとかと比較してもありえない柄だよね。まあ、こういったところがね、もうエクストリームクレイジーストーンウォッシュジャガーを選べるなんてまずないだろうから、確かにぜひ、ね、見るだけでもね、最高な答えだと思いますんで、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。はい。はい、続いてね、ご紹介するのが、ハイポジャガーのヘテログラナイト、ここになります。はい、この答えはね、もうドイツのスターパイソン、の答えになるんですけど、そのね、ブリーダーさんのフィリップ・スターキーが来た時に、言ってましたね。こいつめっちゃええの。英語でしたけど、めっちゃいいって言ってた、ね、これめっちゃいいって言ってた、ね、うん、まあハイポジャガーって多分俺の中ではハイポの中でも、まあ、もちろんそのムーングロー、サングロー、ゴースト、うん、まあ、もちろん相性の良さっていうのは、まあ、もちろんあると思うんだけど、俺やっぱりなんだかんだジャガーの相性ってすごくいいんじゃないかなと思うんだよね。まあもともとやっぱりハイポもコースタルカーペットパイソン由来だし、で、まあ、ジャガーもコースタルカーペットパイソン由来っていうところで相性はいいんじゃないかなとは思ってます、うん、まあ、でやっぱりこう、まあ、ハイポってまあ、こう今こう見ていただくと分かると思うように黒点がね、まあボールパイソンのバナーみたいな若干こう、まあキャラメルでもある程度ちょっと出るんですけど、多分ハイポの方が量が多いんですけど、まあこういったところがね、こう後から出てくる、こう成長とともに出てくるこの面白さっていうのは一つあるんじゃないかなと思います。で、まあさらにハイポジャガーのヘテログラナイトっていうところなんで、まあおそらくハイポグラナイトジャガーとかね、まあグラナイトって結構さ、カーペットパイソンの中でも飼ってる人多い印象なんで、はい、まあアザングラナイトとかと当ててもね、ハイポグラナイトジャガーのヘテロアザンってちょっと魅力的じゃない。魅力的、うん、でそこでもう一回さアザングラナイトかけたらさ、でゴーストグラナイトジャガーってすごくない？すごい、うん、でやっぱりそういったところが夢のある一匹だし、この子をこう一匹こうペットとして飼っててもすごく魅力的な個体だと思います。めっちゃ綺麗だね。まあ、現状シンドロームとかもないんで、そうですね、おそらく、まあ、このまま無難に育ってくれればね、いいんじゃないかなと思います。で東京店にはね、ハイポヘテログラナイト、まあ、この子がね、ハイポジャガーヘテログラナイトのメスなんですけど、ハイポグラナイトのオスもいるんで、まあ、スーパーハイポグラナイトもスーパーハイポグラナイトジャガーも狙えると、はい、
僕はちょっと写真でハイポグラナイトは見たことがあるんですけど、まあ、結構あの見た感じ、はい、まあ、グラナイトの粒々の中が抜けてるっていうイメージ。まあ、なんで結構粒々の中がこう抜けていくようなイメージがあるんで、まあ、おそらくハイポっていうのはそっちに作用するんじゃないかなと思いますね。まあ、ただまあ個体差はもちろんいっぱいあるんで、まあ、ちょっと自分でねこう生み出した時にグラナイトなのかハイポグラナイトなのかの見極めがこうできる個体ではある、まあ、あるんじゃないかなと思います。脇の抜きいいもんね、めっちゃ鮮やか。やっぱこういったところはねこうハイポジャガーの魅力だと思いますし、ここから先をね目指していくっていうことも、今はもうカーペットをね繁殖の夢もしっかり持ちながらね楽しめる生態になったと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はいはい、ご紹介するのがダイヤジャングルゼブラのリデュースパターンですね。まあ、入荷してついに一回脱皮しました。で脱皮した結果がねこの背中なんだけど、やばいね、見えるかな、なんか、いやこれはね多分ね肉眼で見た方がいいね。体がちょっと肉厚になった瞬間にねすごいこう背中のこのね模様が、うん、すごいね、うん、いや素晴らしい仕事だこれは。まあ普通に考えたらゼブラだと思わないもんね、うん、グラナイトだと思うような見た目なんですけど、まあ、ゼブラの中でも相当こうなんだろう、まあ、リデュースパターンのやつが作用してるのかどうかがちょっと難しいんですけど判定が、まあ何かしらこう柄であったりだとかに作用してないとこの表現体っていうのは出ないのかもしれないなっていう感じですね。でまあ細かくモルフを説明させていただくと、まあゼブラ、まあ本当にジャングルカーペット由来のゼブラが入っていて、じゃあそれに対し、リデュースパターンとは何かというと、片親のこのダイヤモンドパイソンが、まあリデュースパターン、以前あの、東京店にも入荷した、まああの、すごい背中をした、あの、ダイヤモンドパイソンなんですけど、まあそれを片親に使っているといった答えらしいです。まあやっぱりこうミックスカーペット、ダイヤジャングルでよく聞くと思うんですよね。デンドロパークでもそうだし、まああと爬虫類界隈全体でもカーペットパイソン注目してる方だったらダイヤジャングルってよく聞くと思うんですけど、まあその中でそれをリデュースパターンのダイヤモンドパイソンを使ったっていう贅沢っていう凄まじいミックスカーペットですね。全体的に体がちょっとね青白い感じに見えていて、まあおそらくベビーだからだとは思うんですけど、大人になるにつれて一体どんな見た目をしてくれるのかが、まあちょっと全く想像がつかないんですけど、もうワクワクするような答えですね。もうほんとちょっと興奮冷めやらないような答えだと思うんで、まあこれはね、まあもちろんちょっとお値段現状アスクなんですけど、ぜひねこの夢を見てほしいなっていうような答えですね。さあそして最後にご紹介するのがダイヤジャングルゼブラジャガーのリデュースパターン、うん、まあ、先ほどの個体と兄弟です、うん、でこちらがオス個体になりますね。まあ本当に、まあ、入荷してから、本当に素晴らしい見た目や でこの子はね、まあ、やっぱりジャガーが入っていることによって全体的な色彩が上がり、さらにあの柄を乱しているといった形で、まあよくジャガーはヘッドスタンプが特徴的なところが多いんですけど、まあこれはどちらかというと体を見て楽しむようなジャガーの感じかなと思いますね。でゼブラとマスって、まあ言ったらばゼブラジャガー、うん、ただやっぱりその中でもリデュースパターン、リデュースパターンのダイヤモンドパイソンを使うことによって、まあちょっとそこをさらに異様な見た目にしてくれてるといった形ですね。まあもう全体的に体の方とか見ていただいてもヒョウ柄みたいな体していて、まあ本当のヒョウの体をまとったような、うん、まあ性格もだいぶヒョウっぽいんですけどね、だいぶいかつい性格してるんですけど、いやー本当素晴らしい答えだと思いますね。まあ、以前入荷したブラックスターダストっていう名前とはまたちょっと今回はあのネーミングが違う名前で入ってきたんで、まあ、同一個体とは決して言い難いんですが、まあ、あの本当に同じくらい美しい個体かなと思います。はい、ということでダイヤジャングルゼブラジャガーのリデュースパターンでした。はい、いかがだったでしょうか。11月のマンスリーリコメンドレプタリス、カッコつけたーみたいなカッコつけた言い方で11月のおすすめ生態のご紹介でした。まあ、東京店はね本当にあのカーペットパイソンをこうメインと、メインで置かせていただいていますので、ちょっとカーペットパイソンのみのご紹介になりましたけども、まあでもね、あのレオパン西山もまあ言うてめちゃくちゃおすすめが多いですよ。そうですね、本当にあの、まあ、モルフメイだけで言ったらバンディットがいたりですとか、うんうんうん、
あとブラックナイトもちろんいます、はい、であとまああのね今ねスーパーマックスノーにすごくあのまあ僕が個人的にスーパーマックスノーがめっちゃ好きなんでスーパーマックスノーをめちゃめちゃ置いてもらったんであのスーパーマックもたくさんいます、はい、なのであのまあもちろんねレオパニシアフいないのかっていうふうに思われるかもしれませんがまだぜひねレオパニシアフの方もたくさんいますので、はい、ご来店いただけたらと思います。デンドロ CB もねあのだいぶ数が増えてきまして西役もたくさんいますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。まああと11月はなんとまたカーペットパイソンの入荷も控えております。ぜひね11月12月はカーペットパイソンが熱いと。そうですね11月12月はですねもう覚悟してください。カーペットパイソン好きの皆さん覚悟してくださいね。脳汁物の生態たちを楽しみですね厳選して仕入れさせていただきましたので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います、はい、今日の動画はこちらで以上になります。生態へのお問い合わせですとか、様々なお問い合わせは概要欄に掲載してあります公式 LINE の方をご利用いただけますと幸いです。ぜひともご登録いただきましてよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。シーズンネクスタイムバイバイ。